菅原洋一8月21日隊は日本の男性歌手。兵庫県加古川市出身。兵庫県立加古川東高等学校卒業。国立音楽大学大学院修了。特馬ジャパンコミュニケーションズ所属。所属事務所はミュージックオフィスゴーダ。個人事務所は菅原企画。家族は妻の菅原明美、長女の菅原香織、長男で、 ピアニストの菅原瑛介。長女の菅原香織は、整形中学校、高等学校を経て、整形大学文学部英米文学科を卒業。整形大学在学中の学生時代には、フジテレビ、オールスター家族対抗科合戦のアシスタントを務めた。整形大学を卒業後はソニーに入社。1993年の結婚を機に、ソニーを退職。 その後結婚し、高瀬聖となる。ニュークラシカルコンサートとは、演熟味を増した菅原の歌声をいかにお楽しみいただくかに関わり、あえてクラシックスタイルに立ったコンサート。最小限の音色で生の歌声と生音の演奏が中心。菅原自身もライフワークと語る、この新しいコンサートスタイルを全国クラシックホールを中心に展開している。 このコンサートのスタジオ録音版というべきアルバムもリリースしている。菅原は1988年の第39回まで連続22回出場。その年にヒット、または話題になった洋楽などを披露することが多くあった。ありがとうございます。